コンプリ、コンプリ。よし。オッケー、コンプリート。やっぱ探索系が一番きついね。圧倒的にきつい。パープルコメット来ておりませぬ。じゃあ行くか。どれから行こう。もういいや、どれからでもいい。チャレンジボール行く。まあある意味ね、ここは関係ないからね、ルイは。全部ジャイロ操作だから。タマコロやらねっつったけどね。しょうがない、2周目だからな。本当は二度とやりたくなかったんだけど。落ちるまで早すぎて。そこを登るのはあかんやろ。そこ登るんはあかんで。もうタマコロはね、圧倒的にね、あの 3D コレクションの方がやりやすい。ジャイロの性能のレベルが違うから。落ち着け落ち着け。これでね、上乗ってるんだよ。ここ騙されちゃう。一人だけ踏んだ方がいい。よし、あーリセット。地獄の玉ころゲットだぜ。ほんと玉ころはね、あの
3D コレクションのね、ジョイコンのコントローラーなんか大ブラック。お、来てる来てる。ベッドルーム。パープルまみれでしんどいです。やっぱね、難しいね、パープルは。ここは難しかったな。パープルウコメット開いちゅう。これはね、さすがにここは難しい。即死ってのがね、いやらしい。しかもすっごい滑るよ。これあれじゃん、上から行かなきゃいけない。ひどいなこれ。まあスーパーマリオギャラクシーの、まあ、ある意味エンドコンテンツだからね、パープルコインチャレンジは。しょうがないって言ったらしょうがない。それをよく滑るルイージでプレイしなければいけない、苦行ですね。止まるとね、帰ってこれない。理解し。登るときに覚悟して、ね、行ったら、ね、奥まで戻ってこない。この微妙の操作をした上で。まだ、ね、地獄が待っている。ロスの上を待っています。ミスったらもう諦めるロスの上ってどうやって行くんだっけ。いけた。ここから頑張って飛んだら向こう届きそうな気がするんだけど、まあ届かないな。そこは、ないね。ここで一回休憩を挟みましょう。どこにあんのこれ。49。
これね、先にね、こっち取っとくのが正解。時間急いでる時にね、これ取ってると危ないんで、先にこっちはね、取っとくのが正解。取れるやつは先に取っとく、したら戻ってくる時に取らなくて、手前への幅跳びはリスクが高いのでやめてパープルっぽい、まさしく最高難易度、ね、このマリオだったら大したことなかったな、ここ、これルイージだと地獄だから、そしてね、ここ確かに回復がないんだよ、今の食らいたくなかった、あれ無事なんか、でここも先取ってるね、実はこの先結構きついんでね、ダメージ食らいたくなかった、食らっちゃったもんは、あと20枚。こいつがね、結構当たり判定強くて、はもうほんとルイージはダメお、マジでひどい、初めからやり直しもう何なんだよこのさ、何にもないところで滑って死ぬんだよ、欠陥品だよルフィージは本当に、カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビってね、ゲーム版でも絶対にね、志村使わないよね、移動速度がちょっと速いけど滑りやすいって完全に欠陥だぜ、あるわ、ダメージとはね全く関係のない死に方だった、
ゴンにもなるわ。集中しないと危ないからね。これは取らなくてもいいんだけど。よし、戻せたぞ。さあここからだ。もうこれだけでもルイージ操作してると死にそうなんだけど、これだけで死にそうなんですよ。ダメみたいですね。しゃ、よしよし、これそこある。3個かける2。ジャンプして中に入って よし、オッケー。あと9個。イラッとする位置にあった。これ一回待とう。一回待ちます。帰りの視点が地獄なんだよね。さあ行くぞ。割とねここは長い。あんま焦らない。どこ？下のこれ取るの忘れてた。よし。はあ。オーケー。
つながった。な、ルイージ、ほんとひどい。イヤッホー。よし、やったぜ。71枚。何も来てないね。じゃあとりあえずサンドアイランドの隠しかな。これか。砂漠に潜む巨大な罠の隠しは何だったっけ。腹ペコチコ食わせる系だっけ。了承する。だけど別にいらねえから。これこれに来て死ぬ方が俺らしい。あいつ帰ってんかな、鳥さん。鳥鳥。ちょっと前に来たから。どこ行くねー。あ、消えた。どこの子さん、早く復活してくれ。出たけど間違った。おいのこのこ、今復活するのかお前。今じゃなくてもいいでしょう。そら最後はもう怒るなすわ。これ壊すの、これが普通の正規ルートだ。カニを倒してみるか。ちょっと前にやったはずなのにね、意外に覚えてないもんだね。いや、よし。
ケーイ。あ、思い出した、ここだここだ。すっげえびっくりするぐらい襲われるとこだ。また M だ。俺は L だっつってんだろ。あなた M ですか L ですか。ほい、ひら、早く来いって。ちょ、今どこに走ってる。壊すやつだ。一発で決めた方が楽なんだけど。あ、どこだ。え、またいやらしい場所に。こいついやらしすぎますよ。あとスタートって全部倒したら気持ちよさそう。カロンたちがフレームアウトした。よし。